はい、どうも皆様こんばんは。猫島ポチと申します。本日20時からはこちらティールズオブアライズビヨンドザドーン続きからやっていきたいと思います。で、前回はですね、サブクエストで配信が丸々終わってしまったんですけれども、はい、今回はね、できるだけメインストーリーの方をメインでやっていきたいなと思うんですけれども、まあ、初っ端からちょっとティオハリムのキャラクエストやらせていただこうかなと思っております。はい。まあ、前回までのね、お話の流れなんかは、前回までの配信アーカイブの方見ていただけると嬉しいなと思います。概要欄に、再生リストのリンク貼ってありますので、そちらからどうか見てください。では、早速やっていきましょう。ティオハリムのキャラクエストです。はい。皿、いい皿あるよ。誰かがお肉は安くて使いやすいよ。おう、皿か。いかほどのものか拝見させてもらおう。ああ、好きなだけ見てってくれ。カラグリアの土を使った自慢の皿なんだ。確かになかなか素敵なお皿ね。ディオハリム、うん、どうしたの？おお。なんとも言えぬ不具合。間違いない。この皿は恐るべき傑作。ほう。お兄さん、見る目あるね。陶芸でもやってるのかい？ああ、最近始めたばかりだがね。いつかこのような一品を作り出してみたいものだ。初耳だわ。収集癖は知っていたけど、とうとう自分でも作り始めたのね。陶芸は良いものだ。土に触れ、土の声を聞き、その無限なる可能性を自らの手で掘り出す。そう、私まだダナの知的感覚が勉強中なのよね。ならばこれを機に学びたまえ。この皿は本当にいい。芸術的観点だけでなく、実用品としても質が高い。カラグリアの土と言っていたが、土地によってそれほど質が違うのかね。普段はお客さんにここまで話さないんだが、陶芸を愛す者同士特別に教えてやるよ。この皿を作ってる土だがね、なんとズーグルから取れる素材を混ぜ込んだ特別製なんだ。なんと、これは神秘だ。そこまで聞いては手に入れるしかあるまい。今から取りに行くつもり？また今度でいいでしょう。美しい皿は料理の味をも引き立てるもの。君ならばその重要性が想像できるのではないかね。どうだシオン、やはり今から皿作りの材料を手に入れるべきだと思わないかね。そうね。確かに料理を美味しく食べるためにはいいお皿があった方がいいかもしれないよね。ほろいなシオン。うん、分かってくれたか。では出発しよう。究極の土を求めて頑張れよ。もし素材を見つけてきたら、それを土にする方法は俺が教えてやるよ。はい。ちょろいなシオン。食べ物なら何でもいいのかも。お皿を自分で作っちゃうなんて、はい、すごいね、ティオハリム。まあ、音楽に骨董品集めに、今度は陶芸って一体どんだけ趣味あるんだよ。どこで取れる？世界は好奇をそそる。ああ、行っちゃった。物で満ちている。はい。教主が尽きる日など車いよ。ベルクカーさん、ちょっと牧場の様子を見ねえか。ベルク火山って、あそこか。ああ、はい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 。あの、乗り物あったところか。悪くないね、そっかそっか。イグリア高地で取れるのかな、万角兵。どこで取れる素材なんだ。素材集めが一番、あれだね、厄介だね。風に乗ってひとっ飛び。こいつから取れそう。ゴーレム。全力で行くぞ。この位置に止まる。やれるぞ。はい。はい。ダーイ。嵐に飲まれよ。ああ。おお。ゴー。未来への態度。私は過去を断ち切る。アバタル。フェルディア、フェニックスがいいよね。
昭和十文字好きなんだよな、フリーズ通して。次も頑張って戦うよ。お、来た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 、やっぱりそうだ。昭和十文字いいよね、この一人じゃ出せない技っていうのがまた昭和十文字が一番最初に出たのってシンフォニアなのかな、それとももっと前からあった。僕が知ってるのはシンフォニアなんだよ。ユニゾンアタックの昭和十文字、あれが一番好き。ベスペリアの誰だっけ、ゴーシュともう片方名前忘れちった、双子のドロワットか、ゴーシュとドロワットかの非容疑が2人の昭和十文字なんだよね。確かにあれめっちゃ好きだったな。いっと、我らの聖なる加護、これシリーズものってね、共通の技とかが何それ、ちょっと待って、何されたの今、話をさせてくれよ。そうは見えなかったけれど、テイルズオブシリーズ、シリーズを通しての技とかって、やっぱりいいよねっていう話がしたかったの。シリーズものってそういうとこあるんだよ。あがくがいい。テイルズといえばマジンケン、流れが来てんじゃねえか。落とさんな素材素材落とさんな、こっちは入れない、ね、うーん、ゴーレムもういないか、さんはおらんかい、いねえな、ダメだここなら二滝できそうだな。これファストトラベルしたら滝復活してるね。全力で行くぞ。まずい、はい、
アライズね、なんか敵がさ全然のけずらないから、他のシリーズと比べると敵のアーマー硬いんだよな。剣というのも悪くありませんね。揃った揃った、いささか大きすぎたかもしれんが、よし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 、さあ目的地に着いたわよ。集めてきたよ素材を。これでどうだ、素材を集めてきたぞ、確かめてもらえるかね。おお間違いない、これでいい土ができるぞ。ローになってる、やったな大将。じゃあ早速皿作りか。いや待て、もう一つ確かめたいことがある。この皿に使われている釉薬も私の知るものとは違う、何か特別なものではないのかな。そこまでわかるのか。釉薬なんだそれ。釉薬とは上薬とも言う、陶器を薬剤に塗布するものだ。なるほど、釉薬が高熱によって融解し変質することによって陶器の表面で表面がガラス質で覆われ、より丈夫になる。同時に陶器の外見も釉薬次第で千変万化する。まさに壺や皿にとっての命の水とも言うべきもの。なんかわかんねえけど、ないよりあった方がいいってことだな。それではこの皿と同じ釉薬の入手先も私に教えてもらえるだろうか。わかった、ここまで来たら全部教えよう。知っての通り釉薬はハイト粘土から作るものだ。特にいい粘土が爆油の森で取れるんだ。俺が使ってるのはそれさ。ガナスハロスの。なるほど感謝する。では早速取りに行くとしよう。もう有無を言わせねえ勢いだな。なるほどね、爆油の森。趣味に熱心なのはいいですが、一体どこまでこだわる気ですか。どこまでも終わりなき探求。それこそが陶芸の道。ということだ。ジョハリム、まあ素敵なお皿ができたらきっとみんなで使えるから。サラが頭抱えてるよ。これでもう他が終わったので、あとガナスハロス行くだけだね。はい、だいたいこっち側に、じゃあキスビームから行くか、せっかくだからな。キスビームから行っちゃいましょう。さあこれでサブもそうだけどメインも進むぞ。見覚えのある景色、ようやく安心する。長かった長かった、ここまで長かったよ。本当に前回配信丸々2時間か、丸々やってたもんな。サブくん、下病じゃね？はい、ガナスハロス爆弾の森だね。アルフェ。私考えたのだけれど、私たちはナザミルについてもっと知るべきなのかもしれない。俺もそう思っていた。ナザミルが何をしようとしているのか理解するために、そうだな、相手をより深く知るのは悪いことではない。レナ人が多く住んでいるペレディオンならナザミルのことを知っている人もいるかもしれないな。ああでもナザミルがいるという拠点も気になる、時期を見計らって行ってみよう。少女の素顔クエストスタート。はい、このどこかにナザミルがいるのか。結構広いぜこの森、今のところこれしか手がかりはない。しらみつぶしに探そう。はい、まあサブなんだそれ。
いはいはい、うん、まあとりあえずあっち行く気がする。あ、でも先にどうしよう、先にペルティオン行っちゃうか、一体君弱点はない、止めて、そう、キサラのキャラ系2つ終わってるんですね、強化されてるはずなんですね。依頼されてた素材十分集まったよな。お、アウテリーナ宮殿に持っていこうぜ。楽勝だったね、フルル。硬い骨ここで手に入った。いいか、とりあえずじゃあペレディオン行こう。あいつなんかでかくね。やれるか。無茶をやめようよ。いけマザーウーミン。まず落としてアルペン、とりあえず周りから処理していくか、行ってシオンが死にそう。はい、ナイス、頑張れ。アニキ本願で生きていく。はい、よし、あなたが勢いに乗って攻めてくれ。早く終わりにして料理をまた教えてほしいわ。はあ、その時はまた教官を呼んでもらうぞ。万弱の体勢で挑もう。相手にいかがかな。死んでるやん、死んでるやん。ありがとう、キロハリム。敵が減ると楽になるわ。我々の歩みを一歩ずつ進めるのみ、はい、だろ。ええ、私もあなたに続くわ。嵐に飲まれろ。全然のけぞらない。召喚されるんだよ。あ、ちょ、召喚されたわけじゃないのか。いった。ナイス。これで半分復活してもらって回復を受けて、はい、奪ってもらって、奪えない。リベールイグニッションとか使ってくるのね。あいつはい、我らに聖なる加護を。出会いさせ、悪いわね。無理はしないで。何、持ちつ持たれてた。そうね、回復を受けて大地の元に刻まして、エアプレッサー。貴様の大罪、漆黒の刃は断ち切る。エアプレッサー、キサラが死にそうで、本気で行く。はい、我らの霊の闇を、はい、霊といえば、はい、絶対、あなたに活躍があってこそよ。
貴様の滞在消防が何それ水の精霊術や大化を盛り込む我らに炎が気をつけろ尋常ではない力だ飛んできた大地の元に溜まった精霊軍ですからね、ただの直線攻撃だからクソ雑ですわ。いけるいける、ゴリ寄せゴリ寄せ、ここまでだ。奪えないなこれ、当たらんって。それオーケー、はい、どこまで強くなるつもり。さてな。だが必要な時に支えられる程度には。そうね、私もそう思うわ。これからも心身ともに鍛錬を重ねなくてはな。終わってるんだね。シオン来たらローが終わってるんだね。シオン、私の出番でしょ。任せて。こっちこっち。ハンダー。オッケー。流れが来てんじゃねえか。お手並み拝見する。こうも飛び回られてはな。分かってるよ、私が落とす。まずは受けろ。はい、テラディビーレ。はい、すさまじい精霊術、力で助けになるの。ええ、私も全力を尽くすわ。何かに使えそうだな。デーモンランチ当たらんな。一休みしないか。とりあえずペレティオン行っちゃおうか。疲れた。はい、あ、てかペレディオンペレディオン行ったもんね、この前ね。そうだわ。で、フルル、そいつ大体隠れてるじゃねえか。フルン、うん、はい、情報収集です。お話聞かせてください。ティオハリム様のご一行の方ですよね。ナザミルちゃんという子を見かけませんでした。あなたはナザミルを知っているのか。すまないが、あなたは あ、ようやくあの子を知っている人に会えた。実は私はヒルドリス家で働いていたものなんです。ほう、ヒルドリスということは前のセルドであるウルワギルに仕えていたということかしら。はい、と言ってもほんの短い間だったのですが、あの子のことはその時に知りました。ただ彼女は一室にひっそりと隠されていたようで、どうも冷遇されているみたいだったんです。一度気になって同僚たちにも話を聞いたのですが、あの子には関わらない方がいいと言われました。彼女の話はナザミルから聞いた話と合致するな。ええ、それであなたはナザミルの状況を知ってどうしたの。私は何か理由があったとしてもそんな扱いを受けている彼女がかわいそうで、せめてお菓子くらいは渡してあげようとしたんですが、部屋の前でウルワギル様に見つかってしまったんです。その後はウルワギル様が激怒され、私は叱責を受けた後に仕事も外されてしまいました。そうだったのね。だけどごめんなさい、私たちも今はナザミルとは一緒じゃないの。そうですか、でも無事と分かってよかった。私はあの子に何もしてあげられませんでしたから。なのであの子の行方だけでも知りたいと思い、行商人など町を行き来する人に話しかけていたんです。ナザミルのことずっと心配してくれてたのね。はい、私にはそれくらいしかできませんから。ナザミルのことを知る人と会えてよかったわ。でもナザミルの過去にどんなことがあったのか私たちは知らないことばかり。そうだな、ナザミルもあまり自分から話したい様子ではなかったからな。
本人のいないところで情報を集めるのも気が引けるが、ナザミルが少しと環境も気になるところだ。私たちももっとナザミルを知る必要があるわ。この町で当時のナザミルを知る人を探してみましょう。ですが、あの子の存在は隠されていたようですし、知っていることはほとんどいないはずです。いえ、わずかな希望だとしても持つべきなのかしら。一筋縄ではいかないかもしれないが、ナザミを知るためだ。どうする？はい、分かったわ。少しでもナザミルのことを知ることができるのならやってみるべきだと思うわ。そうだな。では早速情報を集めてみることにしよう。はい。ヒルドリスケに関わりのあった人を探せるといいのだけど、情報収集の旅。あの女性の言動から察するに、話が聞けるとは限らないわ。当時のヒルドリスケの様子だけでも分かれば、ナザミルが体験してきたことの一部なんだもの。ヒルドリスキューにいて子供のことを知りたいじゃと。ではお前たちもあの噂を信じておるのだな。噂？その噂話を教えてもらえるか。よしよし。よかやろう。ウルワギル支持者の中でも希望の話としてささやかれている噂だからな。ウルワギル様が亡くなったと聞いた時は絶望したが、なんとウルワギル様にお子がおったという話じゃ。そのお子が、お子でいいのかな。今に我々レナ人をこの状況から救ってくださるとわしは期待しておる。うん、噂話ということは、その子供と実際に会ったことはないのだろう。会ったことはなくてもわかる。ウルワギル様に習い、今に行動を起こすじゃろう。きっとその子も父であるウルワギル様を心から敬愛しているはずだからな。敬愛できる父親ならばよかったのだかな。んじゃと？ウルワギル様を侮辱するのか。だなごときがあの方の偉大さを理解できるものか。同じレナの私も理解できないけれど、話を聞かせてくれたことは感謝するわ。もう知りたいことはなくなったし、私たちはこれで失礼するわね。レナ人なのにダナどもなんかと一緒に行動しようって、ウルワギル様が見ればさぞ悲しむことじゃろうな。不安な心境なのだ。なるほどね。信じる者にすなりたい気持ちもある。完全にウルワギル信者って感じだね。ええ、私もそう思うわ。もう少し情報を集めてみましょう。知らなければね。ねえ、あなた、スルドウルワギルに子供がいたという話を聞いたことはない。なんだと？まさか、ナザミル様のことを知っているんですか？やっと知っている者に会えたな。しかも名前まで知っているとは。よろしい。ええ。私は一時ヒルドリスケで彼女の家庭教師をしていたんです。ナザミル様はとても優秀な生徒でしたが、ほとんど話さないし、決して笑顔を見せませんでした。そう。じゃあ、他に何かナザミルのことで知っていることはあるかしら？そうですね。直接見てはいませんが、時々ウルワギル様が彼女を怒鳴る声がしていましたね。それにヒルドリスキやそこに仕える人たちからも普段は存在していないかのような扱いを受けていて、彼女に同情的な態度を取るとウルワギル様の怒りを買うと言われたので、私も距離を取って接していました。その子がウルワギルの子供であるという確証はあったのか。その優秀さもありますし、他の同僚からは精霊力も我々などとは違う桁違いの能力をお持ちだと聞きました。俺はもうウルワギル様のご息女に違いないと。なぜ隠して公表しないのかは分かりませんが、何か公にできない事情があったのか、すると母息女ではない可能性もあるのか。あなたの推測のうちということだな。話をしてくれてありがとう。次渡ってみましょう。家庭教師か。情報は特に得られなかったけれど、ナザミルに心を許せる人がいなかったことは分かる、はい、教えられたのは教育や礼儀作法ばかりで、きっとナザミルが欲しかったのはそんなものじゃないわ。思いやりのある言葉や心配して差し伸べてくれる手、寂しい時に抱きしめてくれる誰かだったはずなのに。シオン、今度は子供にも話を聞いてみないか。可能性は低そうだが、友人関係など分かるかもしれない。はい。ねえ、少し聞きたいことがあるんだけど、スルドウルワギルに子供がいたという話は聞いたことがあるかしら。理由聞いたことないけど、どうしたの？急に。子供がいたの？あなた知ってる？私も知らないわ。それはどこからの情報なの？あら、もしかしてティオハリム様？するとどうしてそんな家族の話、お話なんてするのかしら。わからないけれど、接点がありそうな人が他にいないじゃない？でもレネギスにいた時もそんな話は聞いたことがなかったわよね。本当にいたとしたら、ウルワギル支持者が次のスルドにって担ぎ上げていそうなものだけど。そうよね。やっぱり全然聞いたことがないわよね。全く知らないようだな。レネディス市民だった人たちの間ではこれが普通なのかもしれないよね。
何も情報を得ることができないな。ええ、でもウルワギルはガナスハロスの元スルド、関わった人がこの町にいてもおかしくはないはずよ。はいはい、じゃあ子供とお話をしましょう。ねえ、あなたはナザミルという子を知らないかしら。何か知っていることがあれば私たちに話を。ナザミル、そういう名前の子ならさっきまでここにいたよ。何、その子がどこに行ったかわかるか。うん、大人の人と爆用の森に行くって言ってた。何か大事なものを探すんだって。大人と一緒に、いや今は考えても仕方ないよね。爆用の森に急ぎましょう。はい、なるほど。結局最終的には爆用の森に就職するのね。じゃあ一旦ここ帰ります。またこうしてサブクエストがどんどん広がっていく予感が。やだ、もうサブクエスト広げたくない。でもこれ、これでどうだ。はい、ズーグルの素材です。学び屋の先生、あなた方親子ではなかったのか。はいはい、レナ人がダナ人の子供育ってるのか。昔の私が聞いても驚いたでしょうね。うん、ペレギオンでこのこと、はい、暇つぶしに勉強を教えているうちに、レナ人の子供は賢かった。なるほど。過当な人間などいない。それで誰でも勉強できる場所を、と。はい。うん。できる限り手伝ってくれ。家事の基本や食料を確保するための釣り技術。来たら。いいね。人に教えるの得意だし、向いてそうだよな。でも、子供相手にいつもの厳しさでやるなよ。ゴミ、ゴミ体でも変なあだ名つけられてるんだろ。あだ名だと家事で言われてるらしいぜ。なんだっけな。確か鬼ロ。私は礼儀をまきまえた生徒には優しい。だがそうでない生徒には。待て、俺が言ったわけじゃねえ。はい。あの、これ復興クエストじゃないのか、別に。確かに、キサラは教師に向いていると思うわ。料理の仕方を教えてくれた時も上手だったもの。子供にも好かれそうだしな。鬼なとこさえ出さなきゃ。何か言ったかロー、ま、ローは何も言ってません。相変わらずローは失言が多いな。はい、というわけでじゃあね、爆用の森へ。かなりクエストが重なっておりますけど、この度も刺激的な旅であった。通してもらおう。はい、はい、ナイス。また凝った作りの武器ですね。良い武器は衣装も優れているものだ。傷がついたら嫌だな。傷がついたら嫌だな。それはそうだね。あ、こっちじゃない。そうじってんのか。で、強化であれかな、範囲広くなったかな。瞬殺、これぐらいの相手なら問題ないな。はい、
こっちこっちハンナー何個だねこっちこっちだな炎の剣を使うぞ風に燃え、はい、すまない手間をかけならばよかったはいジェネシックここのところ運がいいな残れ残れさっさと片付けましょう。どうだ？私を狙ってこい。まずは、ほら！上流をすると大きな仕方ねえ。塩、頼めるか？まとめて片付け！いいぞいいぞ。敵来たら。成功！拡散敵！相手になろう！引き締めていこう。で、君たちは？よかった。もしかして私たちのことを探しに来てくれたのですか？いえ、そういうわけじゃないのだけれど、何かあったの？この子が好きな食材を一緒に取りに来たのですが、私ったら途中で道に迷ってしまって、それで困っていたらあなたたちに声をかけられたので、てっきり助けに来てくれたんだと思ったんです。うん、そうだったのか。では帰り道を教えるが、私たち以外の誰かを見かけなかったか？いえ、私が会ったのはあなたたちだけですよね、ナザリック。ナザリック？あなたの名前、ナザリックというの？うん、そうだよ。助けていただいてありがとうございます。食材は諦めて今回は帰ることにします。さあ行きましょう、ナザリック。うん、ペレギオンにいた少女はナザミルらしき子が大人と一緒に何かを探しに行ったと言っていたな。そうね。あの子が言っていたのはこの二人のことのよね。名前が似ていて早合点してしまったわ。だが人違いとはいえ助けが必要だったんだ。勘違いではあったがひとまずよしとしないか。うん、そうね。人助けができたのはよかったわ。ふむ。ナザミルの情報はあまり得られなかったな。見方を変えれば厳重に隠蔽されて育ったということだ、うん、ねえ、ヒルドリスケで働いていたという女性には情報共有しておいた方がいいんじゃないかしら。なるほどね。そうだな。こんな結果ではあるが、ナザミルのことを気にかけていたからな。うん、はい、止めて落としてやって、私の出番でしょ、任せて。決めて、はい、この弾丸で。これで危険なズーグルはいなくなったな。あのティスビムの青年も花を摘みに来られるはずだ。よし、じゃああいつに教えてやろうぜ。で、どこまで進むか。本当に私たちどれだけ来ようと今日も飛び回られてはな。分かってる。お見事です。私の男です。これで終わりではない。以前見せたとき興味津々だったものね。気に入ったなら銃も使ってみたらどう？はい、うん、前よりも動けそうだ。一休みしないか。ここでファストトラベルができたので、気をつけろ、誰かいるぞ。わお、え、あの、ね、粘土は粘土はどこっすか。
封じか。これ大丈夫かな。タイミング。これか。この粘土が皿になるのか。でもこれの何が特別なのか。質感、粘り、香り、すべてが一級品だ。君もぜひ手に触れて感じてみたまえ。ああ、いや、そこまで興味ねえから。なるほど。よし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 。じゃあ一旦ここで野営して帰ろっか。メインストーリーが進むのはいつになることやら。フルルのこの撫で心地、本当に癒されるわね。こんな日が当たり前になるだなんて。フル、フルルル。はい、落とすアイテム数アップで。どんなもんよ。どんなもんよ。おはよう。なんでもないの。昨晩見た夢が、ちょっとキラキラしてる。変な夢だっただけ。まずじゃあペレディオンからはね、割とメインの方にも関わってくるお話なので聞いといて損はないなと。うん、そんな。そうですか。やはりナザミルちゃんの扱いはずっと変わらなかったんですね。すまない。あまり聞きたい話ではなかっただろうが。いえ、大丈夫です。少なくともあなたたちからあの子のことを聞くことができたのは良かったです。どなたに聞いてもそんな子は知らないと言われ、心が痛むばかりでしたから。あなたはずっとナザミルのことを心配してくれていたのね。もちろんです。ですが以前にもお話ししたように、私は彼女に何もしてあげられませんでした。ただかわいそうだと思うだけで、あの時もお菓子を手渡すことすらできなかったんです。もし会えるのならあの子に謝りたい。何の慰めにもならないかもしれないけれど。いいえ、思いを寄せてもらえることってとても嬉しいことだと思うわ。きっとナザミルだって。私たちもナザミルを思うあなたの気持ちを聞くことができてよかったと思っている。またナザミルと会った時には、その時渡せなかったお菓子を渡してあげてほしい。いいですね。はい、ぜひそうさせてもらいます。ナザミルちゃん、今はいいお友達ができたんですね。本当に良かった。はい、なるほどね。さっきの女性もナザミルの母親がダナ人だとは知らなかったよね。それ以前に隠して育てられ、ヒルドリスケで働いていた一部の人しかナザミルを見かけたことがなかった。ナザミルが言っていた通りの生活、想像するだけで胸が苦しくなる。この場にナザミルがいたら、すぐにでも抱きしめてやりたいな。ええ、次に会うことができたら、私たちの気持ちもナザミルに伝えましょう。あ、リンウェルのキャラクエが、リンウェルのキャラクエがあるよ。終わらないよ。終わらないじゃん話が。またメインストーリーいけないぞ俺。どうすんだよ。やばいな。聞こえるよ、助けを求める声が。面倒なことにならなければいいけど。これでリンウェル2つ目だから、いい加減にしてよ。ダナ人が魔法なんて使えるわけないでしょ。でも炎の剣の仲間のお姉ちゃんは使ってた。無理なものは無理なんだから、レナの真似なんてしないでよ。ちょっと、どうしたの。喧嘩はダメだよ。あ、炎の剣と仲間のお姉ちゃんだね。え、聞いて聞いて。あのね、お姉ちゃんの真似して精霊術使いたいのに、この子が無理だって言うんだ。だっておかしいじゃない、ダナがレナの真似をするなんて。そんなこと言っちゃダメだ。この子だってただリンウェルに憧れてただけだろ。でも無理だもん、ダナ人が精霊術を使うなんて。それにレナ人だって。待って、
なんだろう。行っちゃった。私ね、あの子とちょっと仲良くなれそうだったんだ。さっきまで普通に話してて。ダナ人でもこれからは魔法が使えるようになるかもしれないから、お手本見せてって言ったの。そしたら急に怒り出してあんなことになっちゃった。そうか、お互いに話すきっかけはあっても、ダナとレナの融合の道は遠いな。私もあの子と友達になれないのかな。やっぱり私がダナだからダメなのかな。そんなことないよ。もしかしたらダナやレナってこと以外に何か起こった理由があるのかも。ねえ、お姉ちゃんの魔法でなんとかならない？あの子と友達になれる魔法とかないの？ごめんね。ごめん、魔法では無理だよ。そうだよね。やっぱりダナとレナが友達になるなんて無理なんだ。そんなことない。私なんとか友達になれる方法考えてみるから。ほんと？ありがとうお姉ちゃん。絶対だよ。どうしよう、アルフェン。私勢いで行っちゃったよ。大丈夫。必ず友達になれる方法は見つかるさ。俺にも手伝わせてくれ。アルフェン。うん、そうだね。私だってこの子たちに仲良くなってほしいもん。よし、それじゃあまずはあの女の子を探さないとな。いつか友達にと。はい。あのレナの女の子は何かありそうだったわね。子供であろうと誰でも秘密は隠れない。精霊術使えないのかな、あの子。あの子を探さなきゃ。誰かあの子のことを知っているかもしれないな。町にいる子供たちにも話を聞いてみよう。わお、またしてもいっぱい話を読むの疲れたんだけど、ボイス入れてください切に願います。なあ、そいつなら知ってるぞ。精霊力が弱っちゅうあいつのことだろ。そんなやつのことなんて誰も気にしないよ。レナ同士だと精霊力が強いやつが偉いからな。そっか、あの子精霊力が弱いんだ。あの子が怒った理由がなんとなく想像できてきたな。やっぱりそんな感じの言い方してたんだね。そんな子のことなんて私知らない。本当？一緒の町に住んでるんだから子供同士で遊んだりすることだって。遊ぶわけないでしょ。お母様からあの子とは遊ぶなって言われてるんだから。あの子レナでいい扱いはされてなかったみたいだな。うん、子供って残酷だよ。それって首飾りを作るのが得意な子のことだよね。そうなの？うん。それに首飾りだけじゃなくて細かい作業が得意みたいでさ。前に僕も妹のために指輪を作ってもらったことがあったんだ。ま、首飾りとか指輪作りなんてレナじゃ評価されないけどね。あの子の得意なことか。うん、わかった。教えてくれてありがとう。いいことじゃん。いいことじゃんな。あの子の居場所は分からずじまいだが、事情はなんとなく把握できたな。うん、うん、レナ人なのに精霊力が弱くて仲間外れにされてたんだね。それでさっきの子がダナなのに精霊術の真似をしようとしたのが気に障ったんだろうな。うん、ねえアルフェン、私考えたんだけど、レナのあの子首飾り作りが得意だって言ってたよね。だからさ、仲直りのきっかけとして首飾りの素材を渡すのはどうかな。はいはい、いいんじゃないか。自分の好きなものに寄り添ってもらえたら嬉しいからな。それにね、精霊力がどうとか、もうレナの価値観にとらわれないでほしいんだ。あなたの得意なことや好きなことで生きていいんだよって、そう教えてあげたいの。あ、その首飾りの素材と一緒にリンウェルの気持ちも届けよう。と決まったらまずは素材集めだね。あのね、前に本で見たんだけど、ダナの首飾り作りに使われる素材なら私心当たりがあるんだ。よし、集め終わったらダナの女の子のところに戻ってさっきの話をしてみよう。よし。周りと違うってすごく辛いよね。ナザミルも私もそうだった。だからこそあのレナ人の女の子の気持ちがわかる私が頑張らなきゃ。私もあの子の気持ちはわかるけれど、今回はリンウェルも頑張っているから口は挟まないわ。それができるのもシオンがリンウェルを信頼している証拠だな。そうだね。首飾り作りに必要な素材全部集まったよ。全部集まったみたいです。
それじゃあダナの女の子のところへ戻ろう。あら、また二人一緒にいるじゃん。仲直りはうまくいったみたいだな。うん、二人ともずっと友達になりたかったんだよね。だからこれからも仲良くしてほしいな。あ、そうだ、私から二人に伝えておきたいことがあるんだけど、いいかな。あのね、人にはそれぞれ違いがあるの。得意不得意とか、それ以外にも本当にいろいろあるんだよ。だからこれからはダナとかレナとか関係なく、その違いをみんなで補い合うのが素敵だと思うんだ。そうなのかな、まだよくわからないけど。大丈夫、私も少しずつ分かっていったから。そうなんだ。それじゃあお姉ちゃんにも今から私の得意な首飾り作りを教えてあげるね。今から？あ、ごめんね、嬉しいんだけど忙しくって今すぐは時間がないかも。だからよかったら先に二人で作っててほしいな。うん、そうする。ありがとうお姉ちゃん。純粋な子たちだ。うまく仲直りもできたし、今回はリンウェルもお姉さんって感じだったな。そうかな、なんだか照れるよ。でもね、あの子たちのことを見て思ったんだ。やっぱり私、ナザミルとは友達になりたいんだって。お姉さんじゃなくて友達としてそばにいたいの。だから次は私がナザミルと友達になりたいな。ああ、リンウェルなら必ずなれるさ。おー、いい話じゃないか。早くナザミルを。リンウェルが頑張ってくれたおかげで、ナザミルを連れ戻さなければ。あの子たちも仲直りができたな。うん、お互いの誤解も解けたみたいだし、ここから親友になっていくかもしれないよね。ええ、だけど逆にまた喧嘩をしてしまうこともあるのかしら。シオン、ごめんなさい。でもどうしても考えてしまうのよ。また同じようなことが起こったらって。シオン、ならば安心しろ。子供は喧嘩をして他人を知り、友情を深めていくものだ。確かに子供は喧嘩をしてもすぐに仲直りすることが多いからな。そういうものなのね。私は子供の頃そんな経験なかったから。でも私たちもそうだったでしょ。
時々ぶつかったりもしたけど、いっぱい話し合ってさ、そしたら私もシオンと友達になれたんだもん。だからあの子たちだって大丈夫だよ。リンベル、ええ、そうね、あなたの言う通りだわ。あ、でもね、私がそういう風に思えたのはシオンが私と友達になってくれたからだよ。あの子たちの仲直りを手伝えたのもシオンのおかげなんだ。だからありがとうシオン、私と友達になってくれて。ええ、こちらこそ。あなたが私の友達で本当に良かったわ。はい、今回のことでまたリンベルは成長したようだな。ええ、いい関係だよな。後ろ姿も大きくなった感じがするわ。なあ、来たら俺も成長期だし、リンベルに身長を抜かされることなんてねえな。またローがバカなこと言ってる。そういうことを言っているのではない。ローの威厳はどんどん小さくなっていきそうね。ほんとね。ほんとになんかテイルズでは稀に見る仲の良さしてるかもしれない。いや、初期はギスギスやばかったけど。ここまでこう仲いいっていうのも珍しい気がするよね。品質はどうだろうか。おお、素晴らしい。これなら間違いなくいい釉薬ができるぞ。じゃあこれでようやくティオハリムの理想のお皿ができるんだね。理想か、うん。どうしたの？彼の皿の美しさの理由を改めて考えていた。なぜこれほどに新鮮で魅力的に見えるのか。それは異国の素材たちが一枚の皿を介して融合し進歩しているからではないか。この皿はかつての壁ある世界ではたどり着けなかった新たな境地を我々に見せてくれているのだ。つまり国から国へ行き来できる今だからこそ作れたお皿ってことだね。そう、いわば新しき時代の象徴ともいえよ。私もこんな皿を作りたいものだな。ティオハリム、嬉しそうだね。うん、陶芸の新たな扉を開いた気分だ。創作意欲が泉のように湧いてくる。さあ、我が手で作り上げてみせよう。新たな世界にふさわしい新たなる芸術を。よし、じゃあその気迫を土に込めてみな。焼くときは俺の釜を使えばいい。釜？そうだ、釜。私としたことが。え？どうしたの急に。新しい世界にふさわしい新しい皿を作るとなればやめろやめろ。それにふさわしい新たな釜が必要だ。え？別に釜まで新しいのを用意しなくてもいいんじゃないかな。いや、芸術とは作り手のこだわりの末に生まれるもの。ここで妥協するわけにはいかん。厄介なことを言ってら。ちなみに釜を作る場合はどれぐらいかかるの？ざっと見積もって1年はかかろう。1年？待ってられない。まずは良い石を見つけねばな。今度はメナンシアで探してみるか。はあ、肝心のお皿はいつできるの？はい、さすがティオハリム、ぶれないね。ティオハリムって感じがするよね。やはり釜の素材について彼からもっと話を聞いてみた方が良いだろうか。また今度にしてください。もういいもういい。そのまま丸一日話し込んでしまいそうですから。もう怒らないのか貴様。怒って変わるものではなさそうだからな。それにティオハリムがこんな風に自分の好きなことに打ち込めるのは嬉しくも思えるんだ。なるほどね。はい、あと一応ティオハリムとあれだよね、アルフェン。ついた。
主人公の名前が出てこなかったよ今。アスベルしか出てこなかったわ今。アルフェンとティオハリムのキャラクエがあと1個ずつ終われば全員のキャラクエが達成できたかな。ダメだもん。はい、ズーグル倒してきましたよ。やった。やっと彼女にちゃんと俺が。俺？待てよ、愛の告白をするんじゃねえのか。え？いや別にそういう意味じゃありません。彼女はあくまで私の恩人ですから。ブレリオンにいた頃、生活が苦しかった私をとあるレナ人の女性が援助してくれたんです。珍しいね。はいはい、レナ人をまとめているスルトを尊敬している。ティオハリムのことか、やはり慕われているんだな。はいはい、長大な詩をそれは熱心に語ってくれましたよ。詩を？その彼女が誰なのか分かったような気がするぞ。レネギスにいたティオハリムの支持者って人だよな。超絶いい男だとかって褒めまくってた。いたな、そんな人。ああ、おそらく。どうやら今は容姿だけではなく、ティオハリムの理念に共感してくれたようだ。なるほどな。ま、思ってた告白とは違うけど、金を送るのは喜んでくれると思うぜ。そうだな、感謝の気持ちを伝えられれば誰でも嬉しいものだ。はい、俺もみんなに花でも送ってみるかな。ほう、珍しいな。まあなんか照れくさいけどよ、たまにはちゃんと伝えるのもいいかなって思ってさ。いい考えだと思うぞ。私も花を選ぶのを手伝おう。ありがとうな、キサラ。なるほどね。レネギスでティオハリウムを熱心に慕っていたあの女性、今はペレギオンにいたんだな。彼女のように私を過剰に慕ってくれる者は時々いてね。ただのファンじゃん。しばしば握手などを求められる。私としては正直困るところではあるのだが、悪意がないだけに無下にもできなくてね。その尊敬の気持ちが結果的にダナとレナの偏見を超えて人助けにつながったんだもんな。レナ人としての常識よりもティオハリムへの思いが勝ったってわけだ。すごい話じゃないか。喜ばしいことなのだろうな。少々複雑だが。そしてまた一つ増えてしまったよ、サブクエストが。マファバル、どうした？あれ、この二人って。困りましたね。どうしたものか、私も商売には詳しくなるで。ああ、待てよ、そこにいるのは。ああ、やっぱりあんたらか。久しぶりだな。その人は世話になったな。ノッティオたちも元気そうだ。ティスミムに馴染んでいるみたいでよかった。カガリとノッティオってこいつらか。やっと思い出したわ。はい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 。最初は不安でしたが、今ではすっかり彼もここでの暮らしに慣れてくれました。すべて君のおかげだよ。君がいてくれさえすれば、どこだって私にとっては楽園だ。まあ、ノッティオったら。二人の仲は相変わらずのようだな。マハバルはなぜここに？船はどうした？それが実は船にまたガタが来ちまってね。どうやら今まで無理をさせすぎたらしい。前に世話になったあれらの牛脂に相談したら大掛かりな修理になるからかなりの金がかかるとさ。それで商売がどうとかって話をしていたの？ああ、船員たちのためにも早く直してんだが、そんな大金稼ぐ方法なんて思いつかなくてな。マハバルさんは船で物資を運んだり、この村をいろいろと助けてくれました。だから今度は私たちが助けになれたらと思っているのですが、そうだったのか。しかし困ったな。節約なら自信があるが、稼ぐとなるとこの村は訪れる人も少なくて、そもそもお金になるような仕事や特産品がないんですよね。どうせなら俺の資金稼ぎだけじゃなくて、この村自体がもっと潤ってくれるといいかな。お金になるようなものがない。今はそうよね。だけ どうかしら。そうだわ、いっそのことこの村そのものを売り物にできないかしら。どういうことです？お金を取ってここに人を呼ぶのよ。この村の景色は本当に素敵だもの。広い海に綺麗な砂浜、波の音を聞いて癒される時間と引き換えに少しガルドをいただく。なるほど、名案です。ただこの村には外の人が長く滞在できるような場所がなくて。なければ新しく宿を作ってみちゃどうだ。ちょいと大仕事にはなっちまうが、宿の儲けは村の金にしてもらって、俺は横で土産物でも売って稼ぐって寸法さ。確かに人が増えれば村も潤いますし、みんなにも協力してもらえるかもしれません。決まりね。場所は村のみんなと話し合うとして、残る問題は資材集めかしら。それは村のものだけでは大変だろう。シオン、私たちで手伝わないか。はい、そうね。マハバルには助けてもらったし、私たちに任せてちょうだい。ありがとうよ、助かるぜ。お願いします、皆さん。必要な資材はもう手元に揃っているな。これを渡せばいいのではないか。はい、わかったわ。
はい、どうぞ。ありがとうございます。これでたまる場所が作れますね。どんな建物を作るか考えているの？はい、宿泊だけではなく海岸でゆったりと楽しめるような総合行楽施設にできればです。せっかくなので皆さんのご意見も取り入れたいと思うのですが、何かご要望はありますか？そうね、海を眺めながら食べられるものがあれば私は文句ないわ。量はたくさん用意してね。どうだ、釣りを楽しめる場所は作ってはどうだ。この辺りの海は魚の種類も豊富だからな。相変わらず好きだね。なるほど、貴重なご意見助かります。何から何までありがとうございました。素敵な行楽地になりそうね。観戦を楽しみにしているわよ。はい、その時はぜひ皆さんでいらしてください。必ず寄らせてもらう。はい、これ復興か。あの二人のように、うん、お互いを思う前向きな力がこれからの世界には必要なのだろうな、うん、つまり愛の力ということかしら。その言い方は少し直接的すぎないか。よし、オッケー。一旦じゃあ終わりましたね、サブが。よしよしよし、長かった。今日も結局1時間サブクエストやってしまったよ。ここまでは無事に着け。はい、だな。カップルグミ買って、うん、レンゴトル買って、どっかで拾えんのかなこれ。シンマ合一は作れないけど、エルバフこっち作っちゃうかな。シュラの合金、合金筋、シュラ、シュラ、これか。OK で、アクセサリーをレジュームリング、倒すと CP 回復とかいいよな。抜け剃り時間 20% 短くなるのいいな。で、見切り炎症時間短縮。
タミナ耐久力バカ下がるな。アルフェンの、アルフェンの扱いがだいぶひどい気がするな。オッケー、さあ突っ込め。なんだっけ、カルベイセルだっけ。蛇の目、なんでここに。それにその仮面は。ああ、そこ蛇の目の。待てか、ニズの人たち同様、反応が薄い。やはり仮面のせいでしょうか。おそらくな。彼らはレナ支配の復活を望む一派だ。本来なら仲間を呼ぶなり攻撃してくるなりするはず。その彼らさえおとなしくさせる仮面。ナザミルは一体何を始めたんでしょう。わからん。推測するにはまだ情報が少ない。奥に見えるのは下病のようだ。なるほど、拠点にするには手頃だな。そうだね、ナザミルもいるといいのですが。行きましょう。はい、突入。ナザミル、早くこやつを、この男を殺せ。いやしくも水の鋭ともあろうもの、他人の力にすがるのか。何のために今日までお前を飼ってきたと思ってる。早く、早くやるんか、ナザミル。他人にすがる者に力の信奉者たる資格はない。死ね。その場にいたんだね、強者が。ナザミルはね、上に立つ者こそが正義。力の前には違いも無意味。そう私に言ったあの人も結局は死んだ。誰もが戸惑う、嫌う、拒む違いに、私に。下病を調べるんだろ。早く行こうぜ。行きましょうか。密林の下病。蛇の目のやつら、放っておいていいの？私たちのことも認識していないみたいだし、大丈夫だと思いたいわね。いきなり後ろから襲ってきたりしないだろうな。嫌だ。どうしてそういうこと言うかな。俺とてつもなく嫌だね。転移装置があるわ。遠くまでひとっ飛びできたら楽なのに。入り用だね。オレンジグミナイス。オレンジグミがここまで終盤まで役に立つシリーズないよ。そこなんかあるね。上から降ってくるのか。そこからやっぱ降ってくるんだね。了解了解。アルフェンでも開かない扉があるんだね。仕方ないわ、うん、他の道を探しましょう。
壁が壊れて洞窟に繋がってるわ。ここから奥に行けそうだぜ。ちゃんとまた下病に戻れるのかしら。ちらほら。ああ、行っちゃった、進んじゃった。破損箇所があるようだ。うまく繋がっていることを祈ろう。わあ、鍾乳洞だ。鍾乳洞はデスティニーでトラウマがあるのでね。ここにもズーグルがいるのですね。外と同様、特に制御されている様子はないな。うわぁ、まがまがしいな。邪魔よ。バイオレントマスプラント。なるほどね。闇属性か、こいつら。炎とかにしてくれないか。え、そんな簡単には。ベイセルの奴らはどうしてズーグルに襲われずに済んでるんだ。安全な道があるのかもしれないわね。さっき開けられなかった扉がそうなのか。あいつが普通にいる。え、どっから来た。こっから来たんだね。あー、とりあえずこっち行ってみてましょう。うわー、クロムリザード。邪魔よ。はい、タイミングだ。ならばよかった。止めてもらって。痛い、待って。そんなことはないさ。間に合わなかった。おー、はい、効かない。うまく倒せたね。君の才能には脱帽だな。よしよし、金組いいね。うわうわ、マーダーエイプ、マーダーエイプ、名前がもうヤバいじゃん。痛い。あの突然、致命傷になりかねず。それを防ぐのが私の役目です。待って、6人揃っての戦い、実に久しぶりだな。そうね、みんなと協力できるとありがとうございます。安心感があるわね。多少動作範囲が狭められてしまう。もう冗談は使用。これもかっこよくです。この戦場は今の我々には厳しい。強いっす。8割までいいか。過ぎないか。敵が強い。敵が強い。で、ここで多分さっきのとこ行けそうだな。降りれそうじゃない。レッドラベンダー、ほらー。お、精霊か。
か。こういうの大事よ。こっちにでね。よし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 。弾と合わせれば敵なしだな。あれ欲しい。こっちか。覚悟。全力で行くぞ。はい。で、よしよしよし。これはガチで強いか。油断するとマジで全滅しそう。うわ、ふい。ギャングシル、ムチムチ、万物粉々けん。君たちは水か。はい。この弾丸で。はい。立ち上げすぎたぞ。はい。使用。バッテンで。新しい技を使ってたね。うん。我が家に古くから伝わる技。まだエイプこの野郎。1体なら余裕だでや。糧となる戦いではなかったようだな、はいはい、せめて食事に一歩近づいたと思いましょう。なるほど、前向きな考え方だ。はい、これはハイエストアテイナー、思考にたどり着いた者がまとうにふさわしき白輪の鎧。その堅牢さから攻撃を受けた事実すら感じる。かなりいい装備なのでは。うん寿命伸びかも。戦いが楽になる。そんなでもなかったな。このまままっすぐ。あ、マンティス、フォーシュレッダー。はい。姫様へ。当然の結果よ。よーし。
トローズマリー降りれそうだね。お、これは月下毒蛇、はい、強そうな武具だね。誰？おお強いじゃないですか。ピュオかなりいいぞ。お手並み拝見といて。言うまでもないだろうが、まだ気は抜けぬぞ。ええ、はい、次の戦いに備えましょう。なんだ、金玉原石、金玉原石って何のアクセサリーか。全力で行くぞ。はい、テラビビーレ、テラビビーレ、私に任せて。私が守る。動きを止める。息の根止める。それを止める。あれ、取るに足らない相手だったわね。その調子なら休憩のみで食事は必要なさそうだな。強敵だったわ。すぐにでも栄養を摂取しないと。では良いところで食事としようか。はい、で鍾乳洞からまた下病に戻りますと。やっぱりみんな仮面かぶってる。私たちには無反応だ。まるで見えていないかのようだ。薄気味悪いな。早く行こうぜ。うわ、話しかけられすらしないし。ここも開かないのね。おう。ああ、はいはいはい。うっ、くしゃ。ホラーで動くな、お前ら。びっくりした。頭抱えてる。こんなところに。怖っ。ん？あれは？これは一体？一体？ウメドラの船で見た防護壁ってやつか。俺の拳でも壊せねえな。奥、うわ、まがまがしいな、俺また。あのズーグルの檻なのか。かなり強そうだね。どうしてここに閉じ込められてるんだろう。下病はヘルガイムキルが作ったものだ。彼らの実験の痕跡と考えれば不思議ではない。何が目的だったのかはわからないが、いずれにせよ難敵であることは間違いないだろう。誰かが解放してしまったら大変だし、今のうちに対処した方がいいんじゃないかしら。防護壁ならどっかに解除装置があるはずだよな。探し出してサクッとやっちまうか。待て、この近くから似たような精霊力を感じるよ。同じようなズーグルが他にもいるのかも。ここは敵の本拠地だ。油断はできない。挑むのならきちんと準備をしてからにすべきだな。それに今の目的はナザミールを探し出すことだ。目的を先に果たすという選択肢もあると思うぞ。あ、ナザミールを見つける前に倒れるわけにはいかない。いかないからな。ズーグルに挑むにしろ慎重に行こう。ふむ。
なるほど。こいつらは別に倒してもいいし、倒さなくてもいいしっていう感じか。一応マップアクション扱いなんだぞ。解除してしまったらもう行くしかない。なんかだったから宝箱あるじゃん。まあそうだよね。容赦しないわよ。水属性へと。キサラさん、キサラさん、早速死にそうじゃないですか。ありがとう、すみません。何、当然のことだ。はい、弱点特性でガンガンいきましょう。はい、危ないよ。この木に打ち崩す。はい、まとめて。ナイス。はい、この弾丸で。はい、と勝つ。いいね。相手になろう。攻撃に出る。うん、はいはい、やめて。あっ、キラさんが死ぬと。はい、はい、バンと戦わなきゃ。ナイス。ゴリ寄せ、ゴリ寄せ。ネス、ナイス。そんな強くなかったな。そんな強くなかったな。火というものは本当にあるようだな。ナイス。これはバックス。強そうな武具だね。アイギス。マジか。これは倒してよかったね。いや、ちょっと、ちょっと待てよ。ちょっと待てや。弱いじゃないか。ちょっと待て。でもかっこいいな。かっこいいな。いいな。さあ、スキンだけちょっと変えさせてもらって。ブラックソーンかっこいいんだよね。武器スキン、武器スキンをちょっと
シンプルでかっこいいよね。ブラックソーン、ブラックソーンにしよう。ローのね、これがね、邪魔なんだよね、非常に。この辺かっこいいね。これかっこいいじゃん。生クラ。これかっこいいね。それで人参にする？よし、見た目変えて気分を変えていこうか。よし、とりあえずこちらなんか倒したので、手に入れた武器はなんかクソ雑魚だったけど、ハハハハ、ふさぎ中。じゃあ3体あのでかいのがいるって考えていいのかな。2つずつって考えたら3体いそうだけど、うん。豆腐どうやって取るの。キングミーニなんもなくないし。何こいつ。特殊なズーグル。世界合一後、各地で特殊なズーグルがごく稀に見かけられるようになりました。見つかりにくい場所で息を潜めて生息しているようです。倒せば大量のエスピーと貴重なハーブを。はあ、ちょっと待ってんな、レベル99だったり。ちょそれはちょっと聞いてないっすね。なんだこいつ、やばいぞ。死の淵より呼び戻す氷の槍よ、水の精霊力、フリーズ。私の手が必要か。触らないよ、氷の槍よ。大地の元に固まって、エアプレス。こっち来んなって松下逃げるぞ、止められたか。寝てはいられんか、我らに聖なる神。フェアリーサンプル、彼女は強い、助かるわ。我々が皆を助ければ相手を失う。でヘイト稼いで術で何とかしてもらうか。いやおっとそれはだいぶまずい。うん、はあ怖い怖い、はあ怖い。かの者、死の淵より読み物さん来んなって
こっち来んなって。こういう敵こそ油断ならない。はい、動向に注意しましょう。エアプレッシャー。アルペン。いける。治癒術を使いすぎたかしら。SP 1800。おお。なんだあいつマジで。レベル99はやばいだろ。アイテム使っちゃおう。ファイングミ。よしよし。進みましょうね。待て。誰かいるぞ。炎の剣。あれ、なぜ仮面かぶってない。今度は仮面をかぶってない蛇の目。じゃあ敵ってこと。ま、待ってくれ。戦うつもりはない。見逃してくれ。はあ、どういうことだ。なんで仮面をかぶっていない。ここはもともと我々が拠点にしていたんだ。なるほど。それを奴らに乗っ取られた。奴ら。カルベイセルか。ああ、そうだ。いきなり現れて次々に仮面をかぶせて。もちろん迎え撃ったさ。だが奴らを率いる子供が強すぎてまるで歯が立たなかったんだ。ナザミル。仮面をかぶらされた仲間は別人みたいになって奴らに加わっちまった。ゾッとしたよ。俺はそうなる前に隙を見て逃げ出したんだ。別人。やはりあの仮面には何か精神に働きかける機能が。もう一つ、ズーグルがうろついてるのにカルベイセルはどうやって安全に移動しているの。ああ、専用の通路があるんだ。なるほどね。例の仮面をかぶってないと扉が開かない。仮面をかぶってれば開くんだ。けどそれじゃ俺たちは使えないな。あの仮面をかぶるわけにはいかないし。なあ、もういいだろ。ここまで来てまた捕まりたくない。ああ、行っていい。俺たちも行こう。ナザミルを探すんだ。なるほどね。いや、よかったね。ちょうどよく壁がぶち開いててね。ここのプレーね、この通路が安全通路ってことだね。よーし、進みます。なざみ。ちなみに、あー、またあるね、 EX クエストが。ミルが短い時間でどうやって組織を作ったのかと思ってたけど、仮面の力で蛇の目を乗っ取っていたんだ。なんでこんな人を操るようなことを。はい、これぐらいの相手なら問題ないな。闇で捕らえ、光で刺す。私たちにしかできない技だね。ここから下行けるのか。
行ってみるか。ほら、ここは泳いで渡れそうだ。ずぶ濡れは嫌だけど、贅沢言ってられないわね。釣り場ではないか。ここでも釣ろうとしてるのか、お前は。はい。どっから落ちても一緒ってことなんだろうね。ああ、なるほどね。ここからしか上がってこれないと。はいはいはい。これか。上がって上にまだなんかあるのかな。あるね。地下の滝、なかなかの見応えですね。うん、エクシール。おい大将、なんだその沈黙は。深い意味はない、気にしないでくれたまえ。やめてよね。本当に前も確かあれだよね、滝から飛び降りたもんね。書いてもね、飛び降りたのは僕だったけど、ローが見しきれてたもんな。バッカじゃねえの、バッカじゃねえの。あれキオハリムが先導だったっけ。これぐらいの相手なら問題ないな。とてつもない評価だった。やっぱりサラならやってくれるってね。エンシェントクーいいっすね。そうだった。なんかあるかな。ここにも一個宝箱。それぞれのところになんかありそうだったけど、なかなかない。ブーツァ砲やすぎる。はい。この弾丸で。はい、どかせ。文化のごとき衝撃、いかがだったかな。これで終わりじゃないわ。私なら落とせる。分かった。ジャミルだ。これを逃がせ。相手にだろ。受けろ。一気に終わらせるわ。行きなさい。久しぶりに見た。アドレビートオブリア。また強くなってしまった。何すること。大事な人をもっと守れるようになったって考えればいいんだよ。そうね、素敵な考え方だわ。うん、でしょ。はい、うまい。そこ突っ込んだら死ぬよ。バンズ粉々な剣。はい。この弾丸で。はい、どかせ。文化のごとき衝撃、いかがだったかな。これで終わりじゃないわ。覚悟なさい。さすがの実力だね。常に強く麗しくあります。麗しさは。はい。ありがとうキオハリム。はい。どの盾も大きいよね。一度持ってみるか。ほら、フロー。
アンブレイカブルマーシー。いい武具が入っ。シオンか。そうだね。いいね。見た目はあまり好みでない。厳しいティオハニー。はい。今日はここさっきの元とこか。お手並み拝見すると、受け抜いてもらって、でからの、はい、決めたまえ。我らに敵なしといったところが、はいよ。精霊力を叩き込む。打ち崩す。攻撃。攻める。どたきまえ。ドラゴラッカ。万物ドラゴラケ。準備完了。攻撃。この水を。氷の槍よ。フリーズランカー。ネジ。当然の結果よ。ね、あとはね。いいんだよね、あとはちょっと待ってね。覚悟しろ、お前ら。こうも飛び回られてはな。わかってるわ。食事の効果が切れてしまった。そこの奥から聞こえるみたいだ。覗いてみよう。ここは、ここで仮面を作っているのか。おお。仮面つけてる連中もなんかこれまでと違うな。動いてるね。おい、シオン。私たちのことはわかる。はい、何でしょう。反応した。通じた。ここで何をしているの。あなたたちの目的は何。サプレッサーの量産と管理をしています。目的はもちろん世界平和のためです。サプレッサー、それがその仮面の正しい名称か。うん。精神を抑えつけるための道具。なるほどな。人形か抜け殻のように何もできなくなる。あれを平和だっていうのか。それは初期状態です。本人の精神とサプレッサーの干渉がせめぎ合うのです。じきに両者が調和して穏やかな心に落ち着きます。誰もが同じになります。どういう意味だ。同じレナもダナも関係なく、あちらのディクテイターを介して同じ価値観、同じ考えを共有します。穏やかな心で争うことなく。それはつまり皆あれをかぶった者の言うなりになるということか。間違ってる。人の心を無理やり作り変えて、そんなのはまがいものの平和だ。けど、いちいちあのディクテイターってのをかぶって命令しなきゃならないんだろう。なら心配はいりません。私たちは通関を見つけました。通関、あまた存在する下病すべての制御施設です。下病の制御部を見つけたの。どうやって。通関にディクテイター着用者が接続することで
離れたサプレッサーにも干渉可能になります。世界が一つになります。違いがなくなります。アルフェン、アルフェン、あなたがアルフェンなのですか？だったらどうだと言うんだ。ナザミルがお待ちです。この施設の最奥部にいます。どうぞ。はあ、怖いよ。人の心を操るだなんて、わからない。ナザミルはなんでこんなことを。しかも待ってるって、私たちが来るのが分かっていたの。憶測を巡らせるより本人を探して尋ねる方がよかろう。洞窟を通ったり建物を通ったり、自分がどこにいるのかわからなくなりそうね。そう言うな。おかげで仮面がなくとも奥に進めるんだ。仮面といや、あれってカルベイセルの連中が一から作ったんじゃないよな。だろうな。他の下病でも見かけたことがある、うん、あれもヘルガイム・キルの作品なのは間違いあるまい。様々な方法で我々を操ってきた彼らだ。そうした試みの一つといったところだ。そうだよね。でもここって蛇の目が根城にしてたんだよね。あいつらはなんで仮面を使わなかったのかな。使えなかった。ナザミルに王と同じ力があるなら、それで起動できたとかではないか。蛇の目に使えなくて幸いだったな。挙句がその仮面で組織ごと乗っ取られちまったってか。それがナザミルが短い期間でカルベイセルを立ち上げられた理由だが、何のためなんだ。ナザミルは何をしようとしているんだ。平和をもたらすと言いながら、まるで逆じゃないか。こんなやり方が平和であるはずがない。そのくらいナザミルだってわかるはずだ。ここで料理が作れるぞ。どうすっかな。CP 回復、こう属性攻撃力アップを入れるかな。できたわ。みん。モッキは強い。ライフボトル。ここは仮面ついてないと入れないわけだね。はい、ナザミルはそれでございます。はいはい、ここは入れる。パイングミ、ブッシュがうまい。オレンジグミ、うまい、うまい、うまい。カラッパコ、トリート、うん、プレッサーを着用してください。はいはいはい。あ、少し強そうだけど見返りも期待できるわね。いやー、この類か。あいつちょっと苦手なんだよな。あれ、制御装置は？あれ、制御装置どっかあった？行ったら多分もうないよな。あ、これ違うわ。下病について正しい名称はヘルガレリュゴラ。レナ世界崩壊を遅延させる目的でヘルガイムキルによって作られた。
旧レナ世界の精霊力の流れを調整するためレナ世界中に設置され、それぞれが地表から信用まで達する規模を有する。ほう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 。残存ヘルガイムキルの冬眠施設を兼ねており、あたかも異界の糞盆のようであることから新世界で下病と呼ばれる。世界合一により新世界の地下に稼働状態で出現し、その機能が新世界の属性融合と均衡化を妨げる形となっている。サプレッサーについて、集団統制用試作装具、着装者の頭部を覆うことで感情と思考を抑制する。抑制状態の着装者はサプレッサーに設定された、あるいはなんだっけ、ディテクターだっけから与えられた意思に従って行動する。着装者の精神から肉体を切り離して制御する仕組みにより、着用者に制御中の情報は残らない。抑制器統括用試作装具、サプレッサー同様着装者の頭部を覆うことで機能する。着装者は抑制器サプレッサー着装者にその意思を投影し、その思考を制御することが可能となる。意思投影は着装者によって行われるほか、装具に記録することで装具単体でも可能。単独での効果範囲は限られ、範囲拡大のためには広域通信網との接続を必要とする。またサプレッサーと同様の意思の抑制機能を有す。初期設定ではこれらの機能は無効である。サプレッサーによる抑制効果は暫時進行をするもので、暫時違う合ってっか。要する時間には若干の個人差がある。初期段階では装置の干渉と着用者の意識が衝突するため、着用者は概ね行動不能状態に陥る。この後、安定状態に移行した着用者は、装置から投影された意思価値観に従属するようになる。従属中の着用者は複雑な作業は可能だが、能動性を持たないため具体的な指示が必要である。なるほど。完全に操り人形みたいな。装置ないね。制御装置がないです。ないです。入れないじゃん。進むか。え、本当に？ないの？そんなことある？どうせ武器弱いから。していいのかな。いくらなんでも打ち明けすぎじゃない。それを言えばここにいる人たち誰も私たちを邪魔しようとしないわね。罠なんじゃないのか。平和だなんだって言ったって仮面で無理やりだぜ。ナザミル、新しい武具。はい、ネバーエンズロア。クローザー。あと誰？
オッケー、これでちょっと見せてくれ。それで防具は全部揃ったかな。ここは抜かせ、絡め込む、アンブスコンを避け、準備完了、抜かせ、次にはどいつ、相変わらず頼もしいわね。討伐は手形にしてよ。灼熱のバーンストライク、これは価値があると思うわ。ここは抜かせ、絡め込む、炎よ炎よ巻き込め、すぼこい、水じゃそう、止まれ、風に舞え、リムよジェネシック、俺のオーラで、もう私たちの想像は良き会長だったな。風に舞え、そろそろ終わるぞ、決めたまえ、動画サクサクです。フルル、応援ありがとうね。戦闘中、フルルはうまく隠れているな。うん、もっと小さい頃にうまく隠れる練習をしたんだ。戦いの間、リンウェルの頭巾の中はモフモフなので。ああ、シュレッダーがいる、シュレッダーが。全力で行くぞ。嵐に飲まれろ。嵐に飲まれろ。嵐に飲まれろ。はい。このもとに攻める、この一瞬となれ、まずは飲むぞ、エロー、この一瞬となれ、邪魔しに連絡だな、まだ終わらないよ、この一瞬となれ、言われるまでもない、変わってないです、なかなか頼もしいわね。いや、ふざけろ、私にも思いもよらない技だわ、それはお互い様さ。ここで制御装置かなんかあんのかな。相手にする敵は大変ね。下に降りる、あーなるほど、やっぱそうっぽいな、ここに制御装置ありそうだ。あったー、なしと。よっしゃ、うい、痛い。よし、じゃあやるか。覚悟しろお前、おねろ。フルリッシュアームス、苦手なんだよなこいつ。通してもらおう、このタイプ苦手なんだよ。はい、そのまま寝てろ、はい、ナイスバンブ、そのままけん、やるものだな。え、おかげさまでね。ここまでだ。このまま行け。あれ。しよう。あれ？クソサコじゃない？あまりにも弱すぎたぞ。新たな武器に必要な欠片が揃った。はい、紙沈め。採点先行。強そうな武具だね。名前がかっこいい。でも弱いんでね。あー、見た目いいな。見た目いいな。
これか。見た目だけでも、見た目だけでもこれにしておこうか。自分的に。そしてアルフェンが、もう無限に HP1 の状態で。とりあえず炎の剣だけ回してもらって。ましょうね。少しばかり変わった輩がいるな。これが多分最後の。でっか。でっか。あの類か。ボス級じゃん。ギガントとかじゃなくてもうボスじゃん。で最後があれだね。じゃあシオンとアルフェンの。ねえ、あの扉。ナサミルの。じゃあ、あの部屋は入ってみよう。待って、制御装置は？そこ開けたいんですけど。こっちにまだなんかある。まだ先に行ってからまた戻ってくる感じだな、これは。 OK、 じゃあ入ってみましょうか。うわ、これがナザミルの部屋なの？部屋にはそこに住む者の心が現れるというが。じゃあこれがあの子の。ああ、組織一つ率いているというのに、これじゃまるで。この部屋、昔レネギスにいた頃の私の部屋に似てる。必要最小限のものしかない。ただ寝るためだけの部屋。これ俺たちか。ナザミルが書いたのかな。これは金領の人たちも、私を差し出した父様も、私の力にしか興味はなかった。答えれば私を見てくれると、そう思った。でもそうはならなかった。ダナの血を引くから、六属性を持つから、金領から戻されたから、人と違うから、レナじゃない、ダナでもない。悪いのは私、人と違うのが悪い。ずっとそう思ってた。仕方ないと思ってた。そうじゃない、間違っていたのは私じゃない。それが分かった。私はすべきことをする。ナザミル。人と違うことを責められ続けた挙句、仮面を使って違いそのものをなくそうと考えたか。なんでだよ。
それでも俺たちがいるってあいつだって喜んでたじゃないか。それをなんでこんな。どんなに辛い目に遭ってきたんだろうと、それで他の人の心を縛っていいことにはならない。ナザミルを止めるんだ。こんなことはやめさせなければ。だけど、なんで今になってナザミルはこんなことを始めたんだ。確かに、ナザミルはずっと耐えてきたんだよね。我々との出会いが何かきっかけになったのか。あれだよね、アルフェンがねえ、あとこうやってニーズだっけ、アルフェンが攻められてからだよね、ナザミルがこんなおかしくなったのね。アルフェンのために、自分のためもそうだけど、アルフェンのためにもって思って動いてそうな感じするよね。上下反転しそう、そうちゃう。いやー、なんかもうだボスじゃん。もうボスじゃん、あれ。あったあった。はい、開きまして、こっからそっち行かせてよ。またナザミルの寝床通らなきゃいけないの。あの場所つらいんだけど。心が、あ、あ、降りれる。降りれる。寝床通らなくてよかったわ。さあ、サブは覚悟しろ、ミムスジャガーノート。やられたはやられたけど、そんな強くもなかったね。デーモンランチバメが。この類の敵にはね、デーモンランチが一番有効なんすよね。ノウスは
得たっす。この一品ノウスあえた中心の位置が絶妙だな。イニチウムルーティス。あ、こっから行けんのね。なるほどなるほど。はい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 。じゃあそこは通らなくていいんだ。はい。あ、ちょっと強い。ルースアエタス貫通力差があるんだね。アルフェンだけ一番上の装備じゃないもん。なんだっけ、イニティウムルーティスとノウサエタス。 OK。 じゃ全員ね、ここの装備のスキンで、じゃあボスへ急ごう。ナザミルを止めないと。焦らないでアルフェ。でここで帰れますと。はい、オッケー。まあ、アイテムも十分ですからね。十分かな、本当に。アップルグミ、ピチグミ、レモングミ、グレープ。レンジ、パイン、キングミ、6個あるからね。これは果たして最終決戦なのであろうか。でも、それにしては、アルフェンと、ティオハリムのキャラクエが終わっていないが。いやいや、まあいいだろう。行きましょうか。ふ。ふ。ナザミルが。来てくれたんだ。ナザミル。仮面で世界中の人々の心を変えようとしているのは本当なのか？サプレッサーのこと？そう。なあ、本当はヘルガイムキルがやらせてるとかじゃないのか？そうなんだろ？違う。彼らは眠ってる。私が頭の中を覗いただけ。ほう。それでいろんなことが分かった。サプレッサーのこと、下病のこと。そんなことができるのか？そうか。それで数巻のこと。人々に無理やり思い込ませたって、それで違いがなくなるわけじゃない。うん、だからあの人たちの心を同じにする、私と。私はアルフェンたちが好き。私と同じになればあの人たちも好きになる。私たちを好きに？私たちのためにこんなことをしたの？自分のためじゃなくて？私ずっと我慢してきた。自分のことなら我慢できる。でも友達が嫌われるのは嫌。私の友達、初めての友達、誰にも傷つけさせない。そんなことしなくても大丈夫だ。だから心配いらない、もうすぐ済むから。さっき数巻から指示を送った。全ての人にサプレッサーをかぶせるように。ゾンビだよね、イメージはね。感染していくみたいな。ダメだ。お前がやろうとしてるのは、他人を自分に合わせさせようとしていること。支配だ。
喜んでくれないの？もうやめよう、ナザミル。俺たちと一緒に戻ろう。どうして、どうしてそんなことを言うの？ナザミル、聞いてくれ。だって私はアルフェンたちのために、アルフェンたちが喜ぶから。ナザミル、私役に立てなかった、嫌いになった。そうじゃない、ナザミル。そうか、アルフェンたちも同じになればいいんだ。そうすれば。ナザミル、じっとしててね。すごい嫌な展開。同じになれる。また好きになってくれる。また喜んでくれる。違うんだ、ナザミル。そうじゃない。勝負、違わなくなるよ。何使ってくるの？グランドラッシャー。インフレースエンド、インフレースエンド、こっちも使いたい。今回インフレースエンドって使えないよね。大地を元に来たの。エアプレッシャー。はい。かわせるぞ。嵐に飲まれよ。貴様の滞在、この刃が断ち切る。フリーズロード。エクセキューション。インテリーカム。三日月を振り注げ。マグナレイン。インフレーザーだ。そんなもんかぶれるかよ。動けなくて本気なの？完全にナザミル壊れちゃってるよ。ホップゲームやばいな、こいつ精霊術。貴様の滞在、ここから刃が断ち切る。ゼロじゃん。ゼロじゃん。大地の元に伝わってエアプレッサー。衝撃で攻撃が止まらない。だが受け止めている以上、障壁を維持するために消耗はしているはずだ。だから元取らねえ。削り続ける。どっちが先に切りすぎか、この比べて。テラディビール、この炎を買い物こさつきやがら。テラディビール、まさにここにいいな。この根性叩き直してやる。
ピンソキサラ成功なんですかい？この使い方、今まで見たことも聞いたこともないよ。なるほど、脅威であることは理解できた。マザミル、精霊術を酷使したからか。勝手にすぎるだろう。これ以上無茶はさせられない。止めるぞ。一度目相手になろう。手の精霊術、嵐に飲まれろ。食べられない。あー、エクスプロードも使ってくるの？マジで全属性使ってくるじゃん。次は何よ。ラグラ・ディスティルス。うわー、すごい振り進めてる。我らに聖なる加護を。デアリーサークル、なぜですか。第一のもとに引きざまってエアプレッシャー。全速進めるのも忘れた。はいはい、ここやめ打ち。でもなんかまたいた。相手になろう。やめなさい、マザミル。どうして止めるの。お前のやろうとしてるのは支配なんだ。分かってくれ。何なんだ。マザミル、デモンラッチ。仕掛ける。俺の進化じゃ。これ奪えないかな。止めるよ。オッケー。霊術を奪うだけで魔法を使って、何だって全部奪いきれないんだ。だがその分だけ負荷も大きいはずだ。うん、
お、帰り道入った。何してくる？何？私を嫌う。もういや。炎の剣。全部消えてしまえ。炎症が。我らの聖なる加護。ちょっと待って、えげつなさすぎでしょ。瞬間で全滅だわ今の。なればいい。ダメだ、ナザミル、いけない。到着したら設定次第では意志を奪うって書いてあったよさっきね。あーつけちゃった。まだだ。あの転移装置で俺たちも追いかけよう。うわぁ、満身創痍じゃないか。リュゴラ・エウロルクについて。遺留調整思考の中央制御施設、各し、しくいくいか、しくいの制御に対する優先制御権を有す。各仕組みの精霊力制御を調整し、必要に応じてそれらの精霊力の収集と分配を担う。この制御のため、リュゴラ・エウロルグは各仕組みに対し優越的送信機能を有する。何を言ってんのかわからねえ。ラプレッサー着送者への広域意思投影に際し、着送者の送信網の発信側への接続を弦に禁ずるものとする。発信側への接続、これは抑制状態の精神が他の着用者だけでなく発信者自身に投影される永久循環が生じるためである。この状態が発生した場合、接続者自身による解除は不可能であり、外部の介入が不可欠。今のナザミルの状態がそうなっちゃってるってことかな。すべての抑制機、サプレッサー着送者は
未着走者を見つけ次第サプレッサーをかぶらせること、極力暴力は避けかつ急ぐこと、アルフェンたちが待っている。怖すぎでしょ。はい、セーブデータ分けて、このまま乗り込むしかないでしょ。回復なんかしてる暇ないぞ。ダメだ、起動しない、うん、転移先から制限をかけられているようだ。ナザミルは一体どうしちまったんだ。俺たちにまで仮面をかぶせるとか言い出したくせに、自分がかぶっていなくなるなんて。なんだかニズの人たちみたいだった。彼女がかぶったのはディクテイター、他の仮面を支配するためのはずだけど、もしかしたら同じように精神を抑制する機能もあるのかもしれない。それをあえて自分に使ったのか。くそ、なんでもっとうまくいってやらなかった。これじゃただ追い詰めただけじゃないか。落ち着けアルフェン、まだ終わったわけじゃない。そうだよ、追いかけようよ。とは言ってもナザミンの行き先はどこなんだ。先ほどの話からすると、数巻の可能性が高そうね。問題はどこにあるかだけど。いや待て、転移先の座標が残っている。これをどこか別の転移装置に入力すれば、あるいは。さすが大将、じゃあ転移装置があるところに行けばいいんだな。どこともつながっていない転移装置が都合よく見つかれば。あったじゃん最初に。その前に一度ニーズに戻らないか。あそこのナザミルが言っていたことが気になる。指示を出したとか言ってたところあったよね。わかった、戻る前に、はい、一応この部屋を封じておこう。ナザミルの力なら解除できるかもしれないが、何もしないよりいいだろう。大丈夫かリンウェル。ナザミルのやつ、なんて技持ってやがんだ。はい、済んだ、ニーズに戻ろう。よし、無事だといいが。はい、まあ野営して水に行きましょうかね。ちょっと牧場の様子を見ねえか。牧場の様子見ねえか。おお、かなりいい金になったぞ。だけどなんかあるね。
あー、なるほどね。ビューゴラの霊石。あー、そういうことか。これを素材として、作るわけか。なるほど。そのための装備か、これは。なんか光ってる。かっこいい。なるほどね。これ作っていきたいな。リュゴラの霊石片って買えないの？リュゴラ買えるわけがないよね、多分な。買えるわけがないです。安さダウン大は強いだろう。献立は何にする？わさび、米、アイス、肉、白子。お前らだいぶひどかったぞ今の献立。わさびって。昨晩の寝言は興味深かったよ。よもや夢の中でも剣の手入れに余念がないとは。さて、じゃあ人数へ。しないな。ボケッと突っ立ったままだ。ナサミルに他の人々を襲うよう命じられたんじゃなかったのか？それともまだ始まってないのか？ごめんなさい。え？こんなつもりじゃなかった。ごめんなさい。みんなナザミルと同化して。ごめんなさい。喜んでくれると思った。ごめんなさい。何が起きてるの？バイフォンのおっさん。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。これは仮面にサプレッサーに操られているのか？サミル。え？ねえ、バイフォンまであれで宿場は大丈夫なのかな？行ってみよう。
何なの？まだこの人々の反応は襲ってこないのはいいけど、なんで謝るんだろう。うわあ。これじゃやばい。もう仮面をかぶってない人は残ってないんじゃ。世界中でこれをやらかすつもりなのか。宿場も無事だというのだが。バエフォンがアダモン。ナザミルが生きていた。かぶっちゃったから。あ、入ってきた。もうダメだ。まだ大丈夫だ。待て、俺たちは仮面をつけてない。え、あ、本当だ、よかった。無事な人が残っていてよかったわ。何があったか教えてくれる。表の連中しばらくおとなしかったんだが、急に暴れ出してここに押し入ろうとしてきて、うん、命令をもう聞いてたんだよね。バイフォンがおとりになるって飛び出していったんだが、それでここで息を潜めていると、レナ、ダナの別なく身を寄せ合って、逃げてきた私を締め出さずに中に入れてくれたの。こっちは彼女の精霊術に助けられた。こんなことがなければ協力なんて夢にも思わなかったろうな。仮面の人たちが暴れ出したと言ったな。俺たちがたどり着いた時、ナザミルはすでに命令を出したと言っていた、うん、それで暴れたのならまたおとなしくなったのはなぜだ。それにあの彼らの言葉は。ナザミルの意識、さっきそう言ったわね、アルフェ。そういや、ナザミルもそんなこと言ってたよな。みんな自分と同じ心にするとかなんとか。そのナザミルは今仮面をかぶり、外の者たちと同じような状態にあるようだ、うん、ディクテイターにもサプレッサーと同じ効果があると仮定して、その彼女が数巻に接続するとどうなる。数巻に接続するのは命令を送るため。でもそのナザミルは心を抑制されて、外の人たちがおとなしくなったのは今のナザミルと同じになったから。でもだったらあの人たちが言ってたのは何なの。あれはナザミルの本音なんじゃないだろうか。仕組みのことはわからない。だけど俺にはそうとしか思えない。みんな口々に私たちに謝っていた。あれがナザミルの思いだと。助けなきゃ、怒ってなんかないってあの子に教えてあげなきゃ。けど数巻に行こうにも転移装置が。ああ、アダンコ。うん、そうか、ね、あるんだ転移装置は。必要な座標だってある。なら今すぐ。待て、もしそうなら私たちはもう一度ナザミルに挑むことになるかもしれない。ならここはあえてしっかり準備をし体制を整えるべきだ、はい、確かにな。もう失敗はできない。装備だけでなく、体調もちゃんと回復させた方がいいわね。分かった、今日はここで一泊しよう。外の人たちには申し訳ないけどね。どうも腑に落ちないことがある。仮面をかぶった人々が数巻を通じてナザミルの心と同じ状態になったのだとして、そのナザミルはなぜああなったのだ。なぜって、そりゃ仮面をかぶったからだろ。だが初めてカルベイセルがニーズに現れた時もナザミルは仮面をかぶっていたという話だった。その後俺たちが会った時はかぶっていなかった。ということは最初は抑制されていなかった。おそらく精神抑制の機能は切ることができるのだろう。ナザミルの仮面、ディクテイターだけかもしれないが、精神抑制だとしたらナザミルはその機能をあえて入れてかぶったことになるけど、まあ俺たちが邪魔なだけなら
倒した後、そんなことする必要なんてなかったはずだよ。邪魔も何も、あの子、全部私たちのためにって言ったのよ。友達って言ってもいたよ。だが、ナザミルは止めようとした私たちを攻撃してきた。話を聞こうとしなかったというか、噛み合ってなかった感じだったよ。まだ何か見落としているんだ。それが俺たちと戦わせた挙句、自分を消してしまおうとするほどナザミルを追い詰めた。それが何なのか、もう一度あいつに会う前に見つけなきゃいけない。ハンターたちが滞在してくれるなら心強い。大した世話もできないが止まるかい。はい、準備は整ったな。今日はしっかり休んで、明日ナザミルの元に向かう。いいな、みんな。ナザミル、今頃どうしてるんだろう。仮面に支配された状態だ。何も見えず、何も感じてはいないのかもしれん。それでもあいつの心は泣き叫んでいる。そうさせたのは多分俺なんだ。アルフェンが？なんでだ？ずっと考えていた。ナザミルと戦うことになった時、どこで間違ったのかって。ナザミルがやろうとしたのは心を奪うこと、支配だ。それはダメだ、間違いない。だけどナザミルはそれを俺たちのためにやろうとした。うん、そう言ってた。あいつはこの世界のどこにも居場所がなかった。あいつにとって世界は存在しないも同然だったんだ。だから俺たちと一緒にいることがナザミルにとっての世界だったんじゃないかと思う。初めての友達なのに私たちが拒んだから。ナザミルは世界を失ったのだな。それこそ己を消し去ろうと思うほどに。あいつは俺たちに認めてほしかっただけなんだ。それなのに俺は頭ごなしに否定してしまった。俺はそこに気づいてやれなかった。ナザミルを咎めることばかり考えて、あいつの思いに寄り添ってやれなかった。ナザミルに謝りましょう。そしてもう一度手をつなぐの。きっとあのお守りがつないでくれるよ。いいのか、寝なくて。どうせ一人で考え込んでいるんじゃないかと思って。隠し事はできないな。すまないな。いや、ありがとうか。何に対して？旅暮らしに付き合わせたこと、それでもずっと付き添ってくれたこと、何もかもにだ。英雄だの破壊者だのと言われることを吹っ切れたのもシオンのおかげだ。なのに今はまたナザミルのことで頭がいっぱい。すまない。仕方ないわ。それがあなたという人だもの。それが分かっていて私はここにいる。
そうでなければここにはいないわ。しよう。それにナザミルのことが心配なのは私も同じ。あの子は私に似ている。望まない運命を与えられ、人からは異物として扱われ、孤独。あなたも、いえ、私たち全員何かしらナザミルと同じ傷がある。私はあなたに救われた。私たちみんなお互いのおかげで救われた。だから私もあの子を助けてあげたい。一人じゃないって教えてあげたいの。ああ、実はずっと話したいと思ってたことがあるんだ。前に進む気になれた。今なら言える気がする。その聞けないわ。え？先にすべきことがあるうちはね。そうか、そうだよな。慌てなくても私はいなくなったりしない。そうでしょ。やっぱりかなわないな。全然やって感じでいいね。これぞテイルズって感じの。みんなラストなんだろうな。十分休めたか。早く行きましょう。ナザミルが待ってるわ。ちゃんと仲間がいるってことを教えてやらないとな。それでこの騒ぎも終わりだ。そしたらまた一緒に美味しいご飯だね。なら腕によりをかけてたっぷり振る舞ってやらないとな。行こう。俺たちの手で必ず連れて帰ろう。仮面連中はなるべく刺激しない方がいいよな、はい、いきなり追いかけてきたら怖いもんね。よせよ。で、そうだね、これでいろいろとまたサブクエも出てるので、うん、この2人終わりだから。はいはいはい。いや、もう最終決戦ですね。今日のところはこれで終わろうと思うんだけれども、はい、どうしよっかな。明日できればお昼とか夕方にかけてやりたいな。サブクエと次回最終回にしようと思うんだけれども、配信を、はい、なのでまあ最初にサブクエ入れて、その後にメインストーリー進めてって形にしたいとは思うんだけれども、どうすかな。そこまでするとまた結構時間かかりそうかな。やっぱお昼頃から夜まで連続してやりたいっちゃやりたいな。ってなるとちょっといつやるかを決めとくか。そうだな、平日だとちょっと時間が足りないので、
20日のお昼からとかにするかな。また1週間後になっちゃうけれども、うん。で、特にストーリーとかあんまり関係なさそうなサブクエストは裏でやっちゃってもいいかなとも思ったんだけど、どうしようかな。お昼から継続でやるなら、うんか、配信で全部やるか。ただね、また次回配信最終回で、来週20日の、まあ、夕方頃から、配信をやろうかなと思いますので、はい、気になる方は、この1週間で僕の、ビヨンド・ザ・ドーンのね、配信、今日の含めて6回か。から18時間くらい長いなそうストーリーを追っていただいて、まあ次回のね、来週の20日の最終回に向けて、ストーリー見て予習復習してくれたらより楽しめるかなと思います。ご自分でやられてる方はそれはそれで、はい。なので、とりあえず今日のところはこれにて終了とさせていただきたい、いただきます。はいね、 SP も8000とか溜まってるね。よし、では終わりましょう。で、明日は朝起き次第、僕が目を覚まし次第、パルワールドの配信をしまして、夜20時くらいから、原神の配信をしていこうと思いますので、もしよかったらまた遊びに来てください。ではでは、今日の配信はこれにて終了します。お疲れ様でした。またお会いしましょう。バイバイ。